じゃあもう少し可愛めでやってみますね。お願いします。じゃあ行きまーす。いやだからそんな切って大丈夫？できました。いや本当に髪切ってこれ可愛い髪型がご希望ということだったので、今トレンドのツインテール、二次元特有のよくわからん髪の盛り上がり、二次元特有のよくわからんアホ毛で整えさせていただきました。半分以上よく分かってないじゃん。お前本当に美容師か？めっちゃええやん。めっちゃええんだ。何目指してんだおめえは。俺一回女の子になってみたかったよな。それは問題発言な気がするぞ。大丈夫か兄貴？ひどいっす。いやでもやっぱちょっと可愛いすぎるかな。俺よくジムで筋トレとかするんやけどさ、こんな髪長いとマシンに巻き込んでまうかもしれんわ。あーなるほど。じゃあ短めのヘアアレンジとかいいかもしれないですね。せやな。じゃあ今度は今より少し短めぐらいで可愛すぎない感じで頼みます。かしこまりました。ちょき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 。またすごい量の髪の毛ができました。いや少し短めの意味分かってないんか。あと髪色面からって知ってます？これあと初ウサギとかぶるんよ。勝手に色変えんのはもういろんな人に怒られそうだからやめといて。